いや、大爆睡ですね。気づいたら朝4時。うん。びっくりしました、昨日。何夜の6時くらいからなんかうたうたしてた。今もう4時、もう何時間寝たんだろう。夜ご飯もを食べずに。うん。はい。やっちゃっちゃんさんどうもです。カム君こんばんは。あー、緊張した。ISU が、しょマまくんの演技 YouTube で上げてくれるんで、再度見ていきました。 えー、公式練習ではあまり良さげではなかったし氷がえっとね柔らかくて滑らないと言ったんで心配をしてましたがさすが本番に合わせて出ました柔らかかったですね柔らかい、うん、えー、ちょっとこれね青に変えますねなるほどでえっとソ田くんは練習では決めてたのに1戦目優勝したのに逆にプレッシャーになったのかな 本人もそんなことを言って,言ってた。で、友野くんは調子あまり良くなかったようですが、フリー頑張って。えー、庄間くんは相変わらず、ファンをやきもきさせていましたが、明日のフリー楽しみです。えー、アダムくんはやっぱり連戦だし、えー、時差とかもあって、えー、ミスが出てしまったのかなうーん。ね、あのー、うーん。まあでもね、あのー、 最初はね、二つのジャンプかなり良かったんで、うーん、うのくんがいたっていうのも結構原因なのでしょうかね。うーん。なんかこう、余計なことを考えた可能性ありますわね。なんか、うん。なんかね、余計なことをね、考えたんじゃないかなっていう気がするんですよ。アダムスさん、なんとなく。えー、カブ君くんこんばんは、パンダーさきです。どうもです。GS16 杯、1日目終わりましたね。 えー、ソータ君くん、意識しすぎしずにねって願ったけど、トモノくん今日はノーミスでってね送ったんだけど、えー、しょまくんの時は無心で見ました。えー、開始10秒で1位を確信しました。うん。開始10秒で、お明日はみんな、アダムも最高の演技ができますように。うん。いや、楽しみですね。開始10秒ですごいですね、あの。うん。僕は最初の4回転フリップ、 ちょっとかなり緊張しました、今回。うん。はい、ノリディンさん、どうもです。かぶさん、そうたくんの4-3は回転不足を取られてしまったみたいですよ。だからすべてのジャンプ減点。あ、そうなんですね。あと、キャメル、えー、っとね、えー、キャメルスピンのドーナツピンなんですが、実は綺麗なドーナツピンを今できない理由があるんですよね。えー、残念だな。 せっかく好きかなで、いつかなで優勝できたのに、宇野くんやアダムに勝てるとは思ってなかったけど、ソーダくんの、えー、実力を出してもらえばと思っていたんで、なんか悲しい、えー。そんなに落ち込んだりするなら、宇野くんみたいに強い人を応援すればいい、ちゃんと息子に言われたことあるんだけど、えー、私は強いから好きになるわけじゃないんですよね。 確かに、そうくんがいい演技ができないときはめちゃくちゃ落ち込んで辛くはなるんですけどね。なんて、こんな気持ちにならなきゃいけないんだとか思ったりもして。でも、このスケーターの演技が見たいと思ってしまう。結局、えー、山本そうくんの演技が好きなんですよね。うん。それは、三原舞ちゃんにも同じような気持ちなんですけど、フリリはもう順位は気にしないで、素敵なエクスジェシスを演じてほしい。いや、これはね、 あのー、誰かを好きになるって、結果だけじゃないですよ。うん。あの、なんかこの人好きとか、もちろんね、結果で好きになったりとかもあったりとかあるんですけど、なんかね、あのー、それだけじゃないんですよね、やっぱね。うん。そうたくんは何スピンが、ドーナツスピンができない理由があるんですね。怪我とかをしてるっていうことでしょうか。 4回転3回転は全然回転が足りないようには見えなかったんですけど、それも取られてしまったんですね。なるほど。うん、残念だね。そっか。そうたく4、3は回転足りてるように見えたね。うん。はい。マルディンさんどうもです。フィリア ISU が YouTube に、そばくんの相当上げてくれてるんで、しっかり見れました。えステップレベル3はどこがあって、左回り、右回り、つイズレも切れだし、 ショマ君的にはえ表現の自己,表自己満足ではな,ないと思った。うん。ちょっとスピードが相性の時よりはよくなく見えたかなうん。もちろんジャンプが試合のレベルとは違ったけど、ショマ君の公式練習って結構ジャンプの軌道確認と氷の状態とか見てる,見るだけの時とか、えー、全体の流れ確認だけのことが多いから、公式曲かけ、えー、練習を見たけど、いつも通りだなって思った。うん。 で、やっぱり諸馬くんの緊張してなかったと言ってたよ。そうなんですね。そうなんだよ、ね、安心。明日一番のお楽しみのタイムラプス。前半のジャンプ、表現、ジャンプ、表現から静かにステップ。歩き始めて、後半どんなコンビジャンプを入れて、フィニッシュするのか楽しみ。氷硬かったから4回転されこうやりにくいと思う。うん。氷って何硬かったんさっきなんかや柔らかかったっていう話ありましたけど。うん。硬いのかな どうなんですかねえ硬、ー、かったら4回転サルコやりにくいうーん。硬い方がいい気はしますけどね。どうなんだろう。サルコをやるのかなああ、でもそっか、フリーとかってあれか、また氷の状態変わりますからね。うん。1日で氷の状態変わりますよ。本当に。あのね、あのじ、1時間後にまた氷の状態変わったりしますからね。あの、時間、だから、 結構ね、本当に数時間であっう間に氷の状態変わりますよ。うん。はい、えー、かぶくんこんばんは、パンダあさぎです。今回はかぶくんの、えー、ラジダガの評価がとても高くて嬉しいです。えー、リ,リズムダンスリピしてゆっくり見ました。リアタイで見ているときはドキドキしすぎて、あっう間に終わってるから、うん。えー、ラジダガの演技、前回よりもさらに良くなってますよね。 得点もスケアミオリは4点以上上がりました。うーん。え、ツイズルのスピードも同調性も素晴らしかった。ザックがどんどんマイケル・ジャクソン化して、ね、大笑いをしながら見ています。うん。え、こ、今年の、え、ザックはキスクラで、え、表情も明るくて見てて嬉しくなります。確かに。パイポーの今年のプロ、両方ともすごく好きなんで、 ファイナルで完成度の高い演技が見れるのを楽しみにしたいです。ファイナルに残ることは確信してるんで。明日のフィリーダンスも楽しみましょう。私はこれからも、これから何てもリピしてから寝ます。はい、ということですね。昨日は僕はもう、あれから寝て、寝てっていうか寝るつもりなかったんですけど、気づいたら朝4時っていうね。うん、すごいですね。はい、十何時間ぐらいんだろう。うん。 ねっていうことで、あの、ラジオが良かったですね。で、あの、リズムダンスで4点以上上げるって、すごいことですよね。あの、シングルで4点上げたりとかっていうのもすごいと思うんですけど、アイスダンスで4点上げるってすごいと思うんですよね。で、えー、っと、ザックが、確かに昨年は笑顔が少なかった気がするんですけど、今年は笑顔が大きいのか、多いのかなっていう気がしますね。確かに。うん。 はい。テテさん、どうもです。かぶさん、おはようございます。しょうもさん、さすがの演技でしたね。4回転トーループ、トリプルトーループは決まってよかった。今期最高得点の105点も軽々と出したように思います。うん。トリプルアクセルで斜めになったように見えましたが、普通に降りてさすがでした。衣装も素敵ですね。紫のグラデーションと羽ビーズが美しい衣装です。 フリースケーティングも翔和くんだし、翔和くんの世界を披露して優勝してほしいです。うん。そうくん、友野くんの演技はこれから見てこようと思います。翔太くんの結果だけ見ましたが、ちょっと心配です。フリー頑張ってほしいです。東京は昨日から雨,がき雨で気温がぐっと下がり、今朝の5時過ぎですが、とても寒いです。えー、数日前まで25度から6度であり、えー、秋が感じられず、この時期なのに。 紅葉の話題がありません。リが遠くなったなぁと感じています。そうたくん、えー、しょうがくん、そうたくん、とぼくん、2位のりんかちゃん、はなちゃん、みんな悔いなく無事にフリーを終えてほしいです。うん。はい。ですよね。悔いなくやってほしいですよね。うん。あの、一つ気になるのが、さいあの、しょうくんのトリプルアクセルですね。うん。あの、確か昨シーズンも、ちょっと斜めになってることがありましたよね。 でもよくあれで降り出ますよね、うん、あの途中からねすごい斜めっててあのー、よくあれで転ばずに降りれるなだからあれでも平気なのかなあのくんにとってはねうんそう時々怖いって思うことあるんですけどもうんでも初戦からしっかり 4t3t で今回 4t3t が一番良かった気がしますなんかうん あと圧倒的にスピン。スピンはね、かなり良くなっ、良いいと思いましたね。うん。みきミネさんどうもです。カブクおはようございますえ。中国国杯の宇野選手とショート。さすがの安定した演技でした。綺麗。フリープログラムを期待。うん。いや、楽しみですね。フリー楽しみ。あの、うん。はい。皆様おはようございます。さ昨夜コメントを押したのが消えていたから、もう一度。 昨夜9時のニュースにしっかり、宇野昌磨選手、今季ショート最高得点、ジャンプ3本紹介をされたり、ジャンプだけでなくて、表現にもこだわりとステップやラストポーズまで、綺麗させ方とありがとうございます。目覚まし出たからしら。ではお知らせ、お知らせまで。うん。やはり世界一だと、報道あるから嬉しい。 フィギュア、興味ない方々もチラッと見て興味を持ってくれたら、うん。フリーもミステリー明日楽しみですよ。ネット記事もたくさん出ています。なんだか月の世界から来たショーマムーみたいで素晴らしいからまだたきを忘れて一気に釘付けになりますね。うん。今夜も楽しみ、頑張って。いやー、本当ですね。本当はもっともっと普通に報道してほしいんですよね、あのね。うん、ね。っていう感じ。まあ、もっとあのテレビとかもね、 あのー、もっとこうみんなが見れるようにしてほしいっすよ。うん。天丸様、どうもです。おはようございます。翔馬くんのショート YouTube もうすぐ6万再生。うん。私もまた見に行ってきます。去年、うん。全日本のショートで翔馬くんがみんな丸〇ジャンプの成功率が悪いから、氷の状態を読んでスピードを落としてやったと言っていましたよね。今回も考えて滑ったんだと思いました。うん。最後のステップは音楽に乗り、 カメラワークも引いて、ぐわーっとすごいスピードに見えました。えニースラも簡単にやっているように見えるけど、多分難しい入り方をしたりしてるんでしょうね。え最終滑走は時間が長いし、氷が削られまくってボロボロなイメージだけど、え選手たちの演技を読めること,ることだけが利点です。あんなによくはまんないなと思うけど、エッジが深いから何かあるんでしょうか うん。坂本香里ちゃんも深いけど、穴にはまったことあるし、うんかなうん。宇野くんはステップ1でしたよ。自信持って。あ、友野くんね。友野くん。友野くんじ、ステップ1うん。ということですね。友野さんがステップ1ステップシークエンスって、たまにその、あの、規定の、あの、難しいディフィカルトステップターンっていう例えばカウンターとかループとかあるんですが、あの、特にループですね。ループが、あの、だ円がね、 こう、まん丸だとね、これダメなんですよ、これ、実は。うん。こ,こういうね、あの、あの、ループって、こう、こう、ちょっと、ちょっとね、こういう感じこのね、少しね、長い感じ、楕円形にならないとダメだたまにね、丸くなっちゃったりとか、こう、ループはこんなになっちゃう人。これ、これ、僕、これ僕なんですよ、僕ね。うん。よくやるんですよ、もう。こう、これなっちゃダメなんですよね、これね。そう。たまにね、あの、そういう風になっちゃってすると、ジャッジって結構そこ見るので、 それでね、あっという間にレベル、って落ちるんですよね。だからね、あとね、円がね、大きすぎたりとか、こ、ここんなね、大きすぎたりするのね、これもダ,ダメなんですよね。だから結構ね、難しいんですよね。うん。あの、そういったところをジャッジって結構見るので、あの、ループってステップ中に、えっ、ー、と、二つのループや、や、やるので、うん。そこをね、結構ジャッジ見るんですよね、意外とね。うん。はい。っていう感じで、 えっていうね。あと、ね、氷の状態で結構、だからあれかなあ,あのー、状態を見て、えっ、ー、とー、なんかスピードの出し方とか考えたりするんでしょうかね。うん。なるほど。はい。えー、よろしくお願いします。アダム選手はフランスは、えー、無で挑めたけど、前回、えー、今回は前回良かったから、こそのプレッシャーがあるんじゃないかと思います。うん。あ、それもね、ありそうですね。確かに。うん。それもあるような気がしますよね。 それ、そうくんも同じですかね。うん。あの、アダムくんはね、あの、そんなに全部が安定してるってわけじゃ、まだないですからね。だから、前回良すぎた可能性があるんですよ。うん。はい。えー、マルティンさん、フィリア、アイスリンクの氷の質問題、硬いと柔らかいとかね。えー、前に、ショマくんと話していたよ。はなちゃんが氷の質が硬いと言ってたのは、えー、公式練習後の後のインタビューだから、お客さんが入っていないよね。 一旦ショートの試合になってきたら、どんどんお客さんが入ってきたとコメントにもありました。えー、ショーマ君が氷の、えー、ことを話しているのは、お客さんの入り具合でもか変わりますね。滑走順でも変わる。うん。変わるんですよ、これ本当に。同じ会場でも変わるし、えー、公式掛け練習も多分サブリンクを使ってなら、また変わる。うん。どんな氷でもミスを最小限に抑えるショーマ君は、えー、世界国際リンクでの試合数を 誰よりも経験をしていることが対応力が高いんだろう、高いんだろうと思うよ。えー、それと、それとね、四回転の種類を4、四種類を持っていて、氷とジャンプの適性、自分の、えーそ、その時の、えー、 体の状態などで判断したり、こういうところがベテラン枠だからできる。うん。姉さんもピョンちゃんの後ずっと1位をキープしたけど、その時その時の4回転ジャンプでルッツを外してフリップにしたり選んでたね。だから北京ではショートフリーノーミス、え5種類の4回転すべて組み込んでね。シュくんは今季表現にフォーカスしてるけど、試合リーでもいい以上、ジャンプをおろそかにするって、意味じゃないあ、っていう意味じゃないシュマくんのジャンプはちゃんと表現の中に組み込まれていて、 それも踏まえての表情芸術を目指してるんだろうから。次のタイムラプスは、諸馬くんの芸術劇場第2幕。どんな表情劇芸術を、えー、見せてくれいただけるかしらうん。いや、本当ですね。あの、のさっきの氷のリンクの話、その通りですよ。で、やっぱそれに対応ができるかどうかって、これベテランで、ベテランはそこが対応できますよね。確かに。うん。あの、よ、ね、本当ね、 あのー、あとね、整票しますよね、整票。うん。整票とかも、で、あとで全然変わりますからね。うん。なので、結構やっぱ繊細ですからね、それね。うん。はい。マイク・バッテラさんどうもです。カブくんおはようございます。ペア、見ましたか第2の滑走の中国のペアの女性は、北京五輪5位の実力者。つまり、リクリーより上だった。うん。えー、で、パートナーを変えて挑んでますね。素晴らしかった。 スロージャンプが美しくて得意です。今、中国は世代交代中という感じですね。カナダのステデシペア、さすがですね。ディアンナさん、お見事年齢には関係ないということを身をもって示してくれていますね。モントリオール世界選手権に向けて気合が入っているのはよくわかります。カナダは三枠持っているんで、他にはリア・トレントペア、マッキントシペア、マッキントシミマールペアが出てくるでしょう。マッキントシミマールペアは、 高身長を生かした高いリフトと繊細な表現が得意なんですが今期のプロはその良さがあまり生かされていないような感じ残念です、うん、さっきのレイ・ミゼラブルの方が良かった過去ことも複数,複数ペアがいて羨ましい限りですもし陸流が来年の世界選手権に出ないとするとえ再,再来年の出場が一枠減ってしまいます、うん、左手首を曲げると痛みがあるので施工中院に通っています先生によると 腰椎分離症は医師の疲労骨折で、早期であればコルセットとリハビリで1ヶ月間で治るそうです。ということ。あそ、そうなんですね。なるほど。ってことは、うん、ね、あの、これ、ね、あの、まあ、少し休んで治ればいいなと思うんですけどね。うん。で、末期として見回るペアは、本当その通りですね。 僕ね、昨年は良かったのになって、今年はね、ショートもフリーもちょっと良くないっていうか、特にフリーは、あの、SOS っていう曲、うん、あの、何個も言っちゃいますよ。あの曲ね、ちょっと曲がね、あの、その人の歌ってる人が微妙、微妙なんですよね。うん。ちょっとなんか、それでね、ちょっとあの、すっからかんですね。うん。はい。というわけで、今日もフリー、今日フリーですよね。 うん。一巻動画を止めていきたいと思います。